お疲れ様です。第31週目、7月29日から8月2日までの1週間になりますけども、この1週間は先週に引き続いて上昇トレンドが終焉したことが、まあはっきりわかる週になると思います。だからといっていきなり下落トレンドが起きるかって言ったらそんなことはなくてですね。まあまずはレンジですとか、それから、 長期でのトライアングルを作りながらっていうことが、まあ、多いですから、いきなりセルで勝ちまくるっていうよりもね、まあ、変わり目なんで、結構ね、翻弄されると思います。 セルに行くのかなと思ったら上の方向に行ったりとか、倍で取れるのかなと思ったらそうでもなかったりとかして、で、レンジかなと思ったらね、トライアングル。トライアングルでブレイクするかなと思ったらあまりブレイクしないとかね。まあこんな混乱が起きながら、32周目、33周目というふうに繋がっていくと思います。まあですんでね、今回は月末月初も関わることですし、材料も非常に多いです。まあ観察する1週間になるのかなというふうに思いますね。まあ久しぶりにね、1週間手回しも出ないんじゃないかなというふうなことになると思いますけども、まあまあ こういう時ってのはありますので、そういう時はね。覚悟を決めてまあ、エントリーを頻繁にするというよりもまい、あ、るやかに俯瞰してみるようなまあ、そんな1週間にすればいいと思います。まあ、こういう時にね意識は fx 向けながらも日常生活です。とか、それからその他のね。健康状態を蓄えておくとか、資金の調整をしていくとか。まあ、周りの環境を整えることにも。 使った方がいいいいいんじゃないかなかと思いますねはい、では31周目、上昇トレンドの終焉ということでお届けしますけども、まずご覧いただきたいのが、こちらの値動きですね。で、チャンネルラインが引いてありますね。こう赤い3個の線が引いてますけども、これが上昇トレンドの斜線なんですよね。チャンネルラインっていいます。で、ここを割ったのが、ついに30周目のこの値動きでしょ。 突き足で今お示ししてますけども、この1ヶ月で上昇トレンドのこのチャンネルラインを割って、初めて下の方に陰線がザクッと出てきたということです。はい、もう大きな陰線が久々に出たということで、流れを大きく変えたということですよね。上昇トレンドはここで終わりということになります。はい、そして引き続きなんですけども、週足を見ていきます。週足も同じです。このチャンネルライン見てください。 ずーっとこの線を割らずに来ていたものがここで大きく割ったでしょ。高根県でのチャンネルラインをブレイクした。これから下落が起きていくってことになります。ただ、下落がいきなり起きるんではなくて、まずはレンジに入る可能性があります。この陰線が売られすぎなら少しだけ戻す動きが起きてくるんですよね。ただ、これが押しめになるってことはもうないです。はい、次は冷やしです。ご覧のように同じチャンネルライン見てください。 ずっとこのチャンネルラインの上で展開されていた上昇トレンドがついにここで壊れたわけなんですよ。そして今値動きはここにいますけども、下髭を強く出している冷やしがあるのをご覧ください。売られすぎたものが急速に変われ直して、そしてここでまあ調整をしているってことですよね。実体がものすごく小さくって、上、下に髭を出している。まあそんな形になっています。まあこの形をもって、 どう呼ぶか思いいいい出してみててみくださいははい、の次は4時間を見ていきます、まあ、この辺になるともうすでに29日の相場解説になってきますね、えー、このように移動平均線の下にずっと位置する下落トレンドを作っていますで結局ここにぶち当たってここから下に動く、まあ、今までの流れを踏襲してますので月曜日どうしてもエントリーしたい方はセルで入ってくださいということになります、まあ、ただしあんまり エントリーを積極的にするような1週間になると思いませんけどもね。はい。で、これが 1, 1時間足ですね。1時間足では移動平均線とローソク足が絡んだ関係にありますので、4時間ではセルと言いましたけども、だからといって1時間もセルでいいというわけではありません。1時間は実は4時間以上に見極めが難しく、横にぐーっと伸びていくような形になってますので、まあ、1時間ではね、ブレイクを待つということになります。 4時間でトレードされている方っていうのは、この放送をご覧の方、あんまりいないと思いますけども、まあ、1時間でね、エントリーする場合は、これはやっぱり月曜日からどっちに触れるかわからないんで、剣ということになりますね。その中でも、レンジインレンジをもし作るとしたら、この一番大きなところと一番小さな寝動きのところを横に引っ張っていって、まずは大きめの、大枠のレンジを作りましょう。まあ、こういうふうな作業はね、いつでもできると思いますんで。まあ、そうなると、上下のピップスっていうのがね、 まあかなり幅広でしょ ?1 円と60ピップスぐらいあるわけですよ。まあ、その中でこれだけ広いともう完全にもうレンジとは言いません。レンジオプションとは言いませんので、その中でも小さなレンジを作っていく必要があります。そのレンジっていうのがだいたいこのローソク箇所の束で構成するこの辺りになるかなってことですね。まあ、そうなるとこの内側のレンジを破っていく分にはブレイクしたエントリーができるよってこと。まあ せいぜいこのぐらいですかね。まあそれにしても本当にね、月曜日からエントリーするのは、今週はちょっとね、うん、おすすめできないかなと思います。今週はというよりも、この一週間はやっぱり、見学に徹した方がいいと思いますよ。はい。えー、それではね、えー、あとは個別の、曜日についての相場解説をお待ちください。えー、週間の見通しってのは、本当に立てるのが困難な一週間になります。それでは。